ラトミーが着せ替え人形リカちゃんの公式 YouTube チャンネルを開設。合わせてリカちゃん公式 Twitter ではチャンネル開設を記念したリカちゃん夏のお悩み相談室がスタートし、視聴者から質問や悩み事を8月20日まで募集しています。子供たちがリカちゃんと共に自身の知らないことや知りたいことを発見し、将来の夢を見つけるきっかけになることをコンセプトとしており、解説に合わせてモーニングルーティンや踊ってみたなど6本の定番コンテンツが公開されています。今後はちょっと気になる場所への潜入レポートや新商品情報などの投稿が予定されており、公式ツイッターへ寄せられた質問や悩みにリカちゃんが回答する夏のお悩み相談室は9月3日に公開予定です。